奇跡の奇跡の連鎖でプロになったなと思います。まあ、同級生が不良だらけで僕はサッカーが好きっていうところで自分を保ってたと思います。うん、県選抜とかそういったものには県選抜があったことすら知らなかったです。今マリノスの練習に参加するわけですよね。はい、全く歯が立たなこれがプロかどうだ皆さんこんにちは。本日のゲストは僕ね、この方にねずっとお話聞きたいなと思ってたんですよ。 J リーグでも大活躍した元北朝鮮代表フォワード、チョンテセさんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。まず17年間の現役生活、はい、本当にお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。引退してから少し経ちますけれども、はい、引退してからの生活って何か変わりました？もう1ヶ月ちょっと経つんですけど、うん、もうおかげさまでめっちゃ忙しくさせてもらってます、うん、ワールドカップもね、はい、解説なんかもありますし、はい、仕事もそうですけど、みんなに報告をしたら最後祝ってくれるっていうことで、はい、そういうのもあったりして結構寝てないですよね最近だからそんなテセさんのサッカー史を遡っていきたいんですけれども、はい、その前にまず生まれた環境からお伺いしたいんですけれども、はい、生まれて育ったのは名古屋で生まれて、はい、名古屋で育って、うん、で大学は東京です。家族構成ってどんな感じだったんですか？家族構成は1個上の兄と3つ上の姉がいます。はい、僕は末っ子です。末っ子、はい、サッカー始めたきっかけって何だったんですか？僕はもう何だろう、学校でサッカー部しかなかったから、うん、学校終わってちょっと学校で遊ぶじゃないですか、うん、遊具とかで、うん、その時に先輩高学年がサッカーの部活やってたから、うん、もうその上級生の影響で始めたっていうのが始まりかもしれないです。へえ、はい、そんなもんじゃないですか、なんか。まあそんなもんだと思うんですよ、ね、ただそれをこう続けるっていうのも、はい、何かあったのかなと、ポイントがあったのかなとか。人数が少ないんですよ学校が、朝鮮学校だから、うん、はい、サッカー部しかないんですよ、はい、選択肢がそもそもなくて中学校行ってももうこの三角形みたいなグラウンドで、うん、サッカーで試合なんてできないんですよ。そこなゴール1個だけあってそこに向かって練習するみたいな感じで、高校になってちょっと部活が増えるんですよ、人が増えだして。でラグビー部、空手部とか、まあ、野球部とかあったりして、うんうん、でちょっとラグビー部入ろうとしたんですよね、うん、なんでかって言ったら気が小さいから人を上と下で見るタイプなんですよ、うん、今はちょっとそれが落ち着いてるんですけどはいはい、はい、その時学生の時とかも特に要はあのヒエラルキーの中にいて、うん、でサッカー部があって、うん、ラグビー部がちょっと下にの、うん、権力構造っていうか権力的にもラグビー部が一番安定してたから、うん、ちょっとラグビーやってみようかなと思ったんですけど、まあ、でもずっと続けてたからと思ってサッカー部入ったんですけど。小学校入ってサッカー部に入るわけじゃないですか、うん、当時のポジションってどちらだったんですか？小3、4年の時は右サイドハーフやってましたよね。自分でもその時自分で何やってるか分かってなかったんですけど、うん、とりあえず来たボールを中に蹴るっていう作業だけをずっとやってて、でそれで何か知らないけど足が速かったからかサイドハーフやってて、でそういうレベルでしたね。中学は東春朝鮮初中旧学校に進学と。そうですね、はい、まあ、同級生が不良だらけで、はい、だからそっちの道に行きかけましたよね。本当に子供の時って環境大事だってすげえ思うんですけど、はい、やっぱ中学校の時はやんちゃだった。やんちゃに引っ張られそうだったんですけど、僕はサッカーが好きっていうところで自分を保ってたと思います、うん、だから影響はちょっとはされてたけど結局サッカーはちゃんとやってました。もうそういった意味では芯が強い、うん、いやまあそう言ってもらえると嬉しいんですけど、うん、芯はないです僕、ふにゃふにゃです。そうですか。人の影響を受けやすいんで、だから感情に流されやすいし環境に流されやすい。中3の時に鬼のようなコーチが来て、うん、キーパーと1対1の練習して外したら10キロみたいな、うん、そういう会いるじゃないですか、はい、もうスパルタで走らす監督が来て、ね、うん、でサッカーが強くなると思いきや、うん、サッカーは地区の2回戦ぐらいで負けて、県もいけないぐらいですか、うん、地区で負けて、うん、で1回走らされることが嫌すぎて、うん、1回反旗を翻してボイコットしたんですよ練習を。はい、それを2週間ぐらいもう 3年生だけでもうやめようぜとか言って、うん、1人で抜ける勇気がないから僕らを引っ張って、うん、僕も影響されやすいから、あそうなんだと思ってやってなかったんですけど、自分がその時にその状況が理解できてないから、うん、だってもう今だったらいやいやそれお前ら休みたい、走りたくないとお前だけ休んで、うんうんうん、俺らサッカーやる、俺らやるからって言えばいいの、うん、その全然分かってなかった、状況把握してなくて
で終わった瞬間すぐ戻って、そしたら僕は矢本に立って一人で走らされるっていう、うん、ずっと外を走らされるっていう中学時代で、まあ、一番面白くなかったのは中学生の時かなっていう、はい、振り返ると。サッカー嫌にならなかったんですか？いやその時からもサッカーすることが当たり前になってたから、サッカーしてないのが気持ち悪いみたいな。まあ、そして東春朝鮮初中級学校の、はい、で高校ですよね。でそこで人生で一番お世話になったと語っていた高校時代の監督李テヨンさん、はい、これどんなことを学んだんですか？そこでまたサッカーが楽しくなったんですか？まあ、僕は超社会不適合者なんですよ。僕って、まあ、フォワードによくあるがちな、うん、そういうタイプ で僕はもう感情のコントロールができないし、うん、めっちゃ人に文句言うし、うん、気に入らなかったらふてくされるし、うん、前のエースみたいな選手がそういうのだからやっぱりチームとしてはまとまんないじゃないですか、うん、それをちゃんと怒ってくれたのが李定恩監督で。高校の時 の、はい、そのレベルどのぐらいのレベルだったんですか？高2の時に県ベスト4なんですよ、うん、おすごい。愛知の中で。そうです、愛知は200校あるから、うん、僕らはまあ高2の時に頑張ってめっちゃ練習して、うん、ベスト4行って、うん、高3の時はインターハイはベスト4、うん、で選手権は県大会1回戦負けで、県内にもいいフォワードな、もっとすごいフォワードなんていくからでもいたし、で全国行ったらもうそんなんの、ね、1校上には大久保嘉人さんとかいたし、もう下の方には平山壮太とか2校下ぐらいだったから、その時にいたし、もうそういうのを見てたらもう自分の存在がポちっぽけすぎて、もう劣等感に常に駆られてましたね。まあ、そういう性格だし。その世代の中での県選抜とかそういったものには、はい、いやもう全くっすよ。もうそんな見向きもされない。もう県選抜があったことすら知らなかったです今。でもそこから、はい、まあプロで活躍して、うん、ワールドカップも出て、うん、これって想像はしてたんですか？想像はしてたけど、うん、だいぶなんていうんですかね、ふんわりしてましたよね。だからそれはみんななりたいって言うじゃないですか、サッカー選手になりたいなら誰でも言えるじゃないですか、うん、じゃあ本当に目標としてちゃんと今自分が何かしなきゃいけないかっていうのをちゃんとできてる選手っていないじゃないですか、うん、本田圭佑でもない限り、うん、ただなりたいとは思ってたんですけど、なれる状況でもなかったですよね。まともにサッカーもできないような狭いグラウンドで、だって部活の時って半分サッカー部、真ん中ラグビー部、はいはい、真ん中中学校部活みたいな、そんな感じの環境で、はい、まともにゲームとかもできてなかったから。じゃあなんかその物差しを持ってなかったってことですかね。ああいい表現しますね、その通りです。そんなアンダー代表に入る選手なんてまあいないわけですよ。もう指標がないから、もう現実味が全くなかったです。何をどうすればいいか分かんないけど、ただサッカー選手になりたかった、そんぐらいで。小学校の時 J リーグが開幕して、うん、名古屋グランパス見に行って、うん、いやすごいなと思う、そこでプレーしたいなとは思いましたけどね。でその後朝鮮大学に進学されますけれども、はいはい、進学の決め手は何だったんですか？日本で大学があるから、うん、高校で直でなれなくても逃げ場が大学だって僕は思ってるんですよ、うん、だからなんとなく漠然とプロになりたいとは思ってたけど、うんうん、ただもう特殊な環境だじゃないですか、うん、他の人たちは自分で選んで、うん、サッカー上手いからこの高校に行って、うんうん、プロに近づくためにこの大学を選んでっていう環境じゃなくて、うん、何の手がかりもないわけで、うんうんうん、その手がかりを探しに大学行ったって感じで、李定恩さんの、うん、その助言もあり、その朝鮮大学に行くことになって、うん、でその年は一応朝鮮大高校から全国からうまいやつが集まるからチャンスだぞみたいな感じだったんですよ。その朝鮮大学の監督の、はい、キム・グアンホさん、はい、どんな監督だったんですか？グアンホ監督はジャイアンツの中のレジェンドなんですよ。昔って朝鮮学校めっちゃ強かったんですよ、うん、強かったですね。そうまだ多分その日本サッカーがそこまで発展してない時で、うん、結構そのレベルが高くて、はい、多分その時の、まあ、帝京高校とか、うん、東京朝鮮が試合した時とかも結構余裕で勝ったり、うん、要はそのさらに上に行けば在日のチームみたいなのがあったんですよ、蹴球団みたいなのがあって、はい、それが日本のリーグのトップと試合しても勝っちゃうみたいな、うん、余裕で勝っちゃうみたいな感じの時代があって、でその時のレジェンドオブレジェンドがそのリー・ガンホ、キム・ガンホ、キム・ガンホ監督で、在日で初めて代表で活躍した人がその人だったんですよ。あ、そうなんですね。だから僕らの中では結構すごい人で、その人がいるから高校、全国の高校からいい選手が大学に行って、その時は東京都3部ですからね、僕行った時、もうみんなタバコ吸ってるし、対戦相手は、うん、もうみんな金髪でチャラチャラして、うん、適当にサッカーしてるし、うん、そういう中でプロ目指すとか言ってるわけだから、うん、笑えますよね今考えたら。今だったらプロにどうやったらなれるかっていうのいろいろ分かってくるじゃないですか、うん、プロになって、うん、いやその道はまず茨の道ですよね
まずその可能性はほぼゼロに等しいフローになるには、はあ、振り返ると、はい、今はもう奇跡の連鎖でプロになったなと思います。へ、ただあの在学中に田辺さんと、はい、あの代理人契約結ぶわけですよね、はい、これきっかけは何だったんですか。朝鮮大学とその、うん、FC コリアっていうその在日の大人になった人たちのクラブがあって、はいはい、それが合同チーム対佐川急便の練習試合が西ヶ丘であったんですよ、はい、その時僕ハットトリックしたんですよ、その佐川急便相手に、はい、でそれを見てちょっとぜひ契約したいって言って、でそこからいろいろチーム紹介してもらえるようになりました。あの大学3年生の時に、うん、その田辺さんの紹介でマリノスの練習に参加するわけですよね、うん、はい、行きました。これ初めてプロの世界でこうプレーをするわけじゃないですか、はい、どうでした。全く歯が立たなかったです全くですよ。しかもその時マリノスめっちゃ強かった時だ。それっていうのは 2000? だから4年とかですよね。中澤雄二さん、河合隆二さん、松田直樹さんとか、ボランチの上野さん、はい、上野さん、うん、その時だったんでなおさら衝撃的でしたよね。いやもう全く歯が立たなくて、何をやってるか分かんないですよ自分が、下手すぎて、うん、しょうもないミスばっかするし、うん、ちょっと体当てられただけでボール取られちゃうし、うん、でもいいパスめっちゃ入ってくるんですよ。なるほど、はい、対戦相手がゲームとかしたら、うん、まあ、中澤裕二さんとか松田直樹さんとか河合隆二さんとかなわけですよ、うん、もうプロでバリバリ全ての選手を抑える、うん、J リーグで抑えてる選手たちやって、うん、もう完全に僕は1対1キーパーと1対1になったんですよ、うん、でも後から追いかけて横からポンって体を当てられたら、うん、キーパーと1対1の状況なのにボールが離れていったんですよ、体当てられて、うん、吹っ飛んで、うん、あーって体を体勢崩れてチャンスがなくな、うん、消えたんですよ、うん、マジかと思って、うん、これがプロかと思って、うーん、これはいかと思って筋トレしました。そこからあ、この体じゃプロじゃ通用しないんだと思って、そういう単細胞なんですよ、もうちょっと技術的とかスプリント能力だ、うん、そういうのじゃなくて、とりあえず体を当てられて負けたっていうことのトラウマからとりあえずもう10キロ増やそうと思って、うん、もうその時めっちゃ線細かったんですよ。うん、でもその時の筋トレは、まあ、生涯においてかなり良かったと思います。その時のきっかけでやっぱりその後の活躍にはつながってます。どっちかというとターゲットマンになるタイプだから、その強さなくして絶対に成功はなかったです。うん、はい、面白いですね。あの練習参加した後とかに岡田監督から何か言われたこととかってあるんですか。岡田監督は結局マリノスとは契約してもらえなくて、うん、でその時の岡田監督の理由がオフ・ザ・ボールの動きが悪すぎるっていうので断られました。自分の足りないものが全く分かってなくて、でプロに行ってそれを初めて気づいたんですよね。でそれを気づかせてくれたのが岡田監督で、自分の課題が見えたから良かったですね、はあ、その後川崎フロンターレの練習に参加して、はい、アジア大学との練習試合で4得点、はい、これはまあ猛アピールなのかなと思うんですけど、その前に湘南、まあ、大宮行っての練習、横浜マリノスで大宮アリーナの練習に、うん、もう結構3回ぐらい呼ばれて、はい、これがプロになるっていう過程なんだなと思って、これでオファーが来るんだろうなって思ったんですよ、うんうん、大宮って伝統的に昔ってでっかいフォワードを取るのが伝統 であったんですけど、はい、うん、そういう選手を取ってたから、で僕はそれで取るできなくプロの契約ができなくて、うん、まあ、いよいよ焦るわけですよ。もうその時もう11月ぐらい、うん、4年生のそう4年生の11月ですよ。湘南ベルマーレ行ったら、うん、まあ、ここは余裕で結構、まあ、トップのチームの紅白戦やった時はもう微妙だったんですけど、うん、サブの居残り連でゲーム形式4対4とかやった時に、うん、あ、 J2 のサブはこういうレベルなのかっていうのをそれを知って、うん、あ、ここは全然できるわって、うん、それでやっぱオファー来て、うん、でその1週間後ぐらいに川崎フロンターレからちょっと練習参加みたいな感じになって、うん、週末の練習試合の時に復帰と2トップで、おお強烈だなそれ前半3点入れて後半頭1点入れて後半15分で交代したんですけど、うん、でそれでオファー来て、で監督キンガンホ監督に呼ばれて、うん、オファー来たみたいな感じで、うん、その契約書を見せられて、うん、ああこれがプロかと思ってああこれがプロかと思って、もう朝鮮大学はもう全寮制 で、うん、でそこの2段ベッドの1段目で天井を見上げながらガッツポーズしてました、こうやってそりゃそうだよね、プロだ、これがプロなのかっていう思ってあの2006年に川崎フロンターレに、うん、まあ、加入されますけど、はい、プロに入って、うん、あ、これ違うなって感じたこと、あのサッカーでもいいですし、うん、生活でもいいですし、はい、いいのこの環境みたいなお金ももらえるのみたいな
最高だなプロって思いながらやっててけど反面、うん、グランドの腕はやっぱ厳しいですよね、うん、もう思い通りにはもう全くいかなかったですね、うん、やっぱりもう中村健吾さんとかにも怒鳴られまくったし、その時へえ。お前そこでお前ボールを攻めなかったらいつを攻めるんだよみたいなまあそりゃそうだ